こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週日曜日夜10時30分から放送のドラマ高度願いの代償第6話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて今回はモニターの任務、高度の新ルール、椎名と咲と三宅直人、市川と石井理央という順番で考察していきますので最後までお付き合いください。モニターの任務、田波が新君の資金援助をしていたとすると三輪にとってもお世話になった大切な人だと思います。海が制裁完了、子供が狙いだと思ったかと言っていたので、田波が腐れたのは三輪の任務失敗による制裁なのではないでしょうか。モニターの主な任務は1、プレイヤーの監視、2、任務のフォロー、3、失敗した場合の制裁、コードの管理を手伝うのが主な仕事でした。モニターはプレイヤーの中から選ばれるということで、カイの場合は躊躇なく人を選べること、ミワの場合は元警察官というスキルを見込まれたといったところでしょうか。モニターの方がはるかに大きな願いや金額が手に入る、その代わり3つの星はない、任務一貫に失敗でしということなので、ミワにはもう後がなく、一緒にいるサキやシーノも大丈夫なのか気になりますよね。コードの新ルール、コードに願いを入れてから1ヶ月経つと次の願い事の催促が来る、願いを入れないと制裁を下される、シン君を助けてという願いは承認されませんでしたが、サキとカズキの命を助けてくれというのは承認されました。コードは瞬時に叶えられるものかどうかを判断しているのでしょうか。二宮の殺害指示だけルールが違う、星は2つあり、しかも任務は失敗していなかったので制裁するには早かった。ミワはおそらくコードには今の私たちには理解できない法則があるんだと思うと言っていましたが、ドラマのラストで優香はコードアプリについて調べていたため消されたことが判明しています。なので優香の事件を再捜査しようとしていた二宮も消されてもおかしくありませんよね。椎名と咲と三宅直人、三宅がコードを使いそのために制裁を下されたというのは想定内でした。三宅は任務としてボーグシステムというアプリ開発会社の入管許可証を受け取っていたので、おそらくコード開発に関わったチームの解散やデータを盗み出すとかウイルスを注入するとか何か悪意のある任務だったのではないでしょうか。ことごとく任務に失敗した三宅は会社の降格、強制退職といった制裁が課されたのではないでしょうか。7話ではコード開発に関わっていた小島に直接会っているようなので、そのために本当に消されたのかもしれません。ところで椎名ですが、三輪に拳銃を向ける二宮にこんな結末を優香さんと田波さんが望んでるんですかと言ったり、三輪には復讐のためですよと言ったり、椎名の目的がはっきりとしません。コード側をあぶり出して二宮のように殺したいのではなく、何か他の方法で復讐しようとしているように感じました。市川と石井理央、コードアプリ開発に関係していたのが小島明日香、そんな小島を組織で監視しているのが石井たち。市川は彼女をコントロールできれば計画は完璧になりますねと言っていたので、どこかにコードシステムの欠点があるのでしょうか。そして市川が多額の寄付をできたのは防具システム会社の CEO だからだと考えています。そもそも防具システム会社はアプリ開発会社なので結構儲かっていそうですよね。そうなると石井たちは会社側の人間、優香はコードを調べていたので消された、コード開発に関わっていた明日香は身を隠していた、開発者は始末されずに調べていただけの優香が消されたということがポイントだと思いました。そんな明日香にあっさり咲がコンタクトを取れたので、市川たちにはあまりスキルがないのかもしれません。
7話の予告動画で優香は、普通のマッチングアプリなんでしょ、いろいろと考えると変なのよねと言っています。何でも願いを叶えてくれるコードアプリを調べていたので、優香が駐車場で言いかけたのは、もしそんなアプリがあったら何をお願いするとかでしょうか。7話では実際にアスカが拉致されるようですが、喋られて困るようなことは何もありませんよと市川が言っているので、アスカの拉致は石井が独断でやることなのかもしれません。急展開が予想される第7話は8月13日日曜日夜10時30分放送です。動画のアップは不定期になると思いますが、チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。